音速パソコン教室講師の初谷です。今回はパソコンのデスクトップ画面にこの PC とゴミ箱のアイコンを表示する方法を解説します。で、最近のパソコンは買った時にこの2つのアイコンが表示されてないことが多いんですね。でもこの2つのアイコンはよく使うので表示しておきましょう。で、この表示方法は Windows のバージョンによって変わります。 で、まず、Windows 10の場合の解説をします。Windows 10の方はこのまま見進めてください。一方で、Windows 8、もしくは Windows 7の方は、今この動画に表示されているところまで飛ばしてください。はい。ではまず、Windows 10の場合の手順を解説します。はい。ではまず、デスクトップ画面の何もないところで、右クリックを押してください。 マウスの右側を一回押します。そして、個人用設定のメニューをクリックします。クリックはマウスの左側ですね。はい。そして、この左のメニューのテーマをクリックしてください。で、右側に画面が出てきますから、ここでページの下の方を見てください。そうすると、デスクトップアイコンの設定というメニューがあります。これをクリックしたいんですね。で、 デスクトップアイコンの設定のメニューが右上にある人もいます。このように下にある人もいます。いずれにせよ見つけてクリックしてください。はい。そして、このコンピューターにチェックを入れてください。これが PC に当たります。これですね。それからゴミ箱にもチェックを入れてください。もうすでにチェック入っている方はチェック入れ直さなくていいです。はい。そして、OK を押します。はい。そして、 この画面は右上の×ボタンを押して閉じてください。そうすると、この2つのアイコンが表示されます。はい。では今度は Windows 8の場合の手順を解説します。で、このデスクトップ画面の何もないところで、右クリックをします。マウスの右側を押します。で、出てきたメニューの個人設定をクリックします。マウスの左側を押します。 はい。で、この画面の左にあるデスクトップアイコンの変更をクリックします。そして、コンピューターにチェックを入れます。これが PC のアイコンのことなんですね。それからゴミ箱にチェックついてない場合もチェックつけてください。いずれにせよ、どっちにもチェックをつけるということですね。はい。そして、OK を押します。はい。そして、この画面は右上の×を押して閉じてください。そうすると、この2つのアイコンが表示されます。 では今度は Windows 7の場合の解説をします。はい。で、このデスクトップ画面の何もないところで右クリックを押してください。マウスの右側です。そして、個人設定のメニューをクリックしてください。マウスの左側です。はい。で、この画面出てきたら、左のデスクトップアイコンの変更をクリックしてください。そして、コンピューターと、 ゴミ箱にチェックをつけてください。はい。そして、OK ボタンを押します。はい。そして、この画面は右上のバツボタンを押してください。そうすると、まあ、Windows 7の場合は PC じゃなくてコンピューターというアイコンですが、この2つのアイコンが表示されるようになります。はい。今回の動画は以上です。ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンやスマホのスキルアップに関する動画をお届けします。 よろしくお願いします。